しで角とは、将棋の先鋒の一つ。い、飛車将棋において、角交換をせずに先手なら26、後手なら84にしでかけて、角を動かす形を言う。相アアラやガンギーのほか、タイブリシ車で現れることもある。ヤグが囲いでは、角行がある88に玉を移動させるため、角を動かす必要がある。最初に79に引いた角を4六角3七、角に六角。 または六八角五九角に六角と四手をかけて移動させることからこの名がついている。また、元気や二十四手組以外の手順で矢倉を組んだ場合に七七角から五九角に六角と三手で移動させた場合は三手角と呼ばれる。銀矢倉と共に現代では現れなくなった相櫓の代表的な線形の一つである相櫓の千日手結論の局面などで現れ、 昔の定石書などで書かれていた。また、先手が三七銀戦方の際に後手つがいでよく用いられていた。線形は主に人形例一致の総矢倉の形が多かったが、稀に人形例に場合もあった。これは、以下三五歩同歩同角の後にに六角から三六銀として、三手角の三五歩同歩同角からに、六角マイナス三六銀マイナス三七系の体制と、 同じ構えを見せた攻撃陣を築く狙いである。現代将棋は矢倉3七銀戦法や森下システムなどよりも攻めに厚みを持たせたり自陣に後継を作って相手の攻めを待ち受けることが少なくなったため次第に消えた戦法となった。茂角での攻撃例としては図のような構えで持ち駒一歩あるとすると4五歩として後手が7二飛などであれば先手は2四歩同歩2五歩と 次歩から同歩ならば同形に4銀4四歩など。この他に42に2角がいる場合で、4五歩同歩同形44銀の形にして、置くと、清見て4四角同金5三銀の狙いが生じている。図のような4筋暗い鳥島飛車に対して、左美のに組んで角行を右方面に展開し、2六に配置する手がある。図の場合島飛車の右銀が4四銀としたならば、 二六角と構えて、以下の四歩三七桂五五歩の二飛といった展開が考えられるが、五六に構えているので、二六二まで角を構えずに、一旦三七に角を配置し、図の局面では五五歩とし、同角ならば二四歩、同銀ならば二四歩同歩五五角同角に、四飛などがある。ありがとうございます。